スキーム、スキームは、コンピュータプログラミング言語リスプの方言の一つで、性的スコープなどが特徴である。使用、2017年現在、改め7班まで存在するを指すこともあれば、実装を指すこともある。スキームにより、リスプ方言に、性的スコープが広められた。スキームは、MIT AI ラボにて、 ジェラルド・ジェイ・サスマンとガイスティール・ジュニアによって1975年頃に基本的な設計がなされた。同期はカール・ヒュイットの提案によるエレガントな平行計算モデル、アクターと同じくその言語のプラズマ、プランナー -73 を理解するためであった。性的スコープ、アルゴル由来とされるは状態を持つデータであるアクター、クローラの実現以外にも コディチェ1公文を用いたラムダ計算や末尾採記の最適化に不可欠な機構であった。また、プログラムの制御理論から当時出てきた継続及びアクタ理論におけるアクタへのメッセージ渡しの概念から触発された継続渡し形式と呼ばれるプログラミング手法は以後の継続の研究に大きい影響を与えた。MIT 人工知能研究所においては 以下の通りリスプに始まるいくつかの言語が作られた。この中で、カール・ヒュイットが設計した規則ベースの言語プランナーはあまりに複雑な機構を持っていたため、当初設計された全機能の実装は困難であり、サスマン等はそれをサブセット言語のとして実現し、さらにはプランナーの流れを組んだ独自言語としてを作成した。同じく、 カール・ヒュイットが設計したアクタ言語も複雑な気候を持っていたため、にぎよる実装が存在したものの、その動作の仕組みを理解するのは困難であった。サスマン及びガイスティール・ジュニアはを理解するために、不要な機能を省いた構文を持つ小さなを設計した。上記のからその小さなの設計に至る過程はから、及びへ至る過程を彷彿とさせるものであったため、その言語は、計画するもの及び、 策略を巡らすものの次という意味で当初、陰謀を企てるものと名付けられた。しかし、当時のオペレーティングシステムのファイルシステムの制限から、ファイル名が6文字に切られたことからという名前が、使われるようになった。マッカーシーが後に解雇で、初期のリスプ、リスプ1およびリスプ1.5に関して、インモダンターミノロジー、歴史カル、スコーピングはズ・ウォンテッド。 アンドダイナミックスコーピングワズアブテインドと書いているように、計算理論的にも、静的スコープが本来は正当であり、動的スコープは言ってしまえば、ある種のア易なナインタプリタの実装手法が招く、バグである、有用なこともたが、ガイスティールはリスプ1.5からの変更点として、最初に、静的スコープの採用と実装を挙げており、サスマンが、 アルゴルに関して持っていた興味からによるもので、アルゴルの直接の影響だと述べている。フナーグ問題として、リスプの正規から、すでに認識され議論されていたことでもあり、必ずしもスキームから始まったとは言えないが、スキーム以後のリスプ方言に、性的スコープが広まったのは、スキームからの影響と言ってよく、ことに、コモンリスプは特筆される。ワコディチェさん、略称。 コディチェ4と呼ばれるピーター・ランディンや、ジョン・レーノルズに始まる脱出オペレータの命令を提供する。の、言語仕様は IEE によって公式に定められ、その仕様は、と呼ばれている。2016年現在広く実装されているものは、改訂第5版にあたる、R5RS、1998年である。なお、2007年9月に、が成立した。4部構成となり、 R5RS に比べおよそ3倍の文章量となった。R5RS までは小さな言語仕様に対してのこだわりが見られたが、サポート等の実用的な言語として必要な要素が盛り込まれている点が特徴的である。しかし、多くの機能が盛り込まれたにもかかわらず細部の練り込みが不十分であるといった批判もあり、非公式に R5RS を拡張する形で R5RS。 という企画を検討する党派も現れている。2009年8月、言語運営委員会は、お大規模バージョンと大規模バージョンのサブセットとなる、小さな言語仕様の2つの言語に分割することを推奨する意向を発表した。2013年7月が成立したの仕様書は、R5RS だと50ページにも満たないため、かなりの数の実装が存在するは、 言語機能を必要10分の最低限まで単純化することを目指した言語である。そのため使用書が簡素な反面、実用に際して各種のライブラリーが乱立し移植性が問題になっていた。そこで実装間の統一を取るためコミュニティ内の議論を集約しているのが、である。では、ライブラリー仕様、言語拡張仕様などがインデックス化されており、 準拠の実装系は、に、準拠といった形で利用者の便利を図ることができる。なお、では、言語機能とライブラリー機能は分けて考えられているため、と、言語仕様のコミュニティは原則分離している。は、しばしば他のアプリケーションの拡張用言語として使われる。代表的なアプリケーションには、以下のようなものがある。 より専門的な応用としては、映画ファイナルファンタジーのために 3D、レンダリングエンジンにインタプリタを組み込んだ例や、リトルウィングのピンボールコンストラクションシステムの記述2を使った例がある。が発表された一連の論文は、ラムダ論文と呼ばれている。5. おさむき